矢口陽子は日本の女優。戸籍上の本名は黒沢清だが、実生活では清子と名乗っていた。夫は映画監督の黒沢明。香港生まれ。昭和高等女学校中退。1937年に若園照美の芸名で小竹少女歌劇団入団。1940年東宝映画に遺跡。1944年に 黒沢の2本目の監督作品、一番美しくに、主演する。1945年に黒沢と結婚して、女優を引退した。引退後は家庭に入り、黒沢が気持ちよく映画を撮れるように、内助の功を発揮した。女優から嫁に来ているが、料理ができないと監督の嫁は務まらないと、重い料理を勉強し、宴会の準備。 黒沢だけでなくスタッフの弁当作りまでやっていたという。周りからはゴッドマザーの愛称で呼ばれ、娘の和子によると唯一黒沢が頭が上がらなかった人だという。黒沢との結婚の行きさつについては諸説あるものの、矢口によると黒沢の方が積極的でたくさんの手紙をもらい、口説かれたと語っている。結婚後は黒沢が外国の土産に 妻のために服を買ってきたとき、それが小柄な矢口には、とても大きすぎて、何十年も一緒に暮らしているのに、私の大きさも知らないでと嘆いたが、それほど、当時の黒沢の頭には、映画のことしかなかったというエピソードになっている。矢口を小きねの手2018年8月15日、閲覧。黒沢明、夢は天才である、文芸春秋1999年。 ありがとうございます。